リフォーラフチャンネル、太郎です。ヨネです。メルセデスがコストキャップでなんと黒字化しちゃったぜっつって、トトさんが喜んでるんですよ。よかったですね。うん、いましたいらないでしょう、もう利益も黒字じゃなかったってこと今までは。いや、黒字でも赤字でもないぐらいでやったんじゃないですかね。で、結果的にメルセデス AMG としては F1 やってることがすごい宣伝になってるので、うん、だから、まあ、別に黒字じゃなくてもお金的にトントンだったら、うん、いい宣伝になった分だけ得だよねっていう考え方だと思うんですよね、うんうんうん。まあ、それでコストキャップかかって支出が減った途端に、うん、まあ、だから要は支出は減ったけど収入は変わらなかったってことですね。そりゃ そうですよね、うんうん、そう、なんか急に黒字になっちゃったんだよね、うん、そりゃそうだ、うん。今まで使ってたのとコストキャップの上限額、まあ、150とすればその差額分だけ大幅に利益出ちゃう、何百億利益出ちゃうってことですよね、うん。まあ、だからどんだけ使ってたんだって話だよね、うん、今までは、うんうん。まあ、だからコストキャップ導入する時もみんなブーブー言ってたじゃん、まあ、トップチームとか上位チームはね、うん。まあ、でも結局それで黒字になったんだからまあ、だからコストキャップがなかったらそんなに150億とかまで下げることはなかった。はいはいはい、別に300億使ってもそれでトントンでいけてるんだったら別に全然いいじゃんだったけど、まあ、コストキャップ入っちゃって強制的に下げさせられたから、まあ、強制だからしょうがなくコスト削減してやったんで、まあ利益は出たけど別にこの利益いらないやっていうぐらいの感じなんじゃないですか、トップチームからすると。かといって一方で、ね、コストキャップがかかったところでそもそもうちはそんなに使ってねえんだよ、そんな金ねえんだよでヒーヒーのチームもあるわけじゃないですか。だったらもうコストキャップかかって利益が出たチームはその年は分配もらえないとかじゃあ収入減らすじゃないですか。分配スポンサーすげえ少なくするだけじゃないですか。だから F1 からの分配をちょっと減らして、うん、他の弱いお金がないところに少し、ね、うん、でそうすると、うん、じゃあ それだったらコストキャップじゃなくて、うん、あの全チームに150億円ずつ配りますってして、150億円そのまま使う人は使えばいいし、70億円しか使わない人は使わずに80億円儲けたってすればいいんじゃないですか。そんな収入あんの F1 ってないかもしれないあるかもしれないし、ないかもしれない。まあそれがでも理想ですよね。なんかそう、そのお金がないチームに少しその分配、うん、まあ一生懸命稼いだ人がなんであげなきゃいけないのって話にもなっちゃうかもしれない、かもしれないけど、うん、なんかうまい工夫がないできないもんかなみたいな。まあ、でもコストキャップ上限額まで使ってないチームにとっても、うん、トップチームが300億とか400億って使うよりはこの人たちが150億円しか使えないってなった方が差は縮まるから、うん、それはまあ使ってないチームにとっても利益は利益、メリットはメリットですよね、うん。そういう考え方でコストキャップやってるんで、年を重ねていくともうちょっと縮まるのかな、それともやっぱり、まあ、じわじわとは縮まるとは思われていますけどね、うん。ああ、じゃないか。今までであれば毎年300億って積み上げてたから、うん、70億しか積み上げない人との差はどんどん広がるだけだったわけじゃないですか、うんうんうん。もうそれがまあ150億と70億しか変わらなければそんなに大きくこう縮まっ、はいはい、広がってはいかないだろうし、うん、逆に例えばレッドブルならレッドブルが150億円かけて作ったものの中からギアボックスと か、うん、なんかサスペンションとかはアルファタオリもらえるわけじゃないですか、うん。この人たちは150億使わずに、まあ、非常に安い値段でこのレッドブルがお金かけて作ったものをもらえるから、うん、その分も得はしてるんですよね、カスタマーチームっていうのは。まあ、開発費がかからないってことだね、うん、もう物だけ、まあ、純粋にいくらでもらうっていう形できるんで、うんうんうん、そういう意味ではまあメルセデス系は結構ギアボックスまるっともらってるチームあるし、フェラーリ系もまるっともらってるじゃないですか、うん。まあ、そういうカスタマーチームはそういうなんか利益は得てはいる、うんうん。まあ、そこがコストキャップっていうのが入ることによって、まあ、さらに縮まりやすくはなっているはず、はず、うん。まあ、今までみたいなトップチームがもうバーンって金に物を言わせてみたいなことはできなくなってるんで、はいはいはい、開発研究とかにもなんか膨大なものをね、つぎ込んでやるっていうことはできなくなってる分、うん、まあ、差は広がり縮まりやすいというよりは広がりにくくはなってるってことなんですよね。広がり幅が減るだろうと、うん。でなんだかんだレギュレーション何年か同じままやっていけば、まあ、これが正解だよねっていくつかには収束していくじゃないですか、うん。だから他の研究開発しっかりやってないチームでも、あ、これ多分こっちが正解だよねっていうのはある程度分かってくるから、うん、正解値にみんなが近づいていくみたいな、うん。それによってまあトップチームと中段チームの差が縮まってくるっていう形にはなると思いますけどね。それが今までだったらトップチームもさらにお金に物を寄せてバン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 こう伸びていったのが、
結局中段チームは追いつききらないだったけど、うん、トップチームがまあ150億円しか使えないと毎年の伸びしろはちっちゃくなっていくじゃないですか、うん、でも中段チームはトップチームがやってるのを見て、あ、これが正解だこれが正解だこれが正解だで最終的にはこうやっぱ縮まっていくはず、今までもそうだったけど、これがさらにもっと縮まる度合いは早くなっていくんじゃないかなと思われますけどね。うん、だから今下位チームでフルバジェット使ってるチームがないと仮定して、まあ、もらえるものは もらってるから開発費がない分、まあ、そのフルバジェット使わなくても、まあ、そこそこやっていける。でももらえるものもらってフルバジェット使えたら何かをそのいわゆる空力の開発費がトップチームよりも実は使えるお金が増えちゃうみたいなかもしれないですね、うん、風洞の実験時間も長くなるし、うん、で下克上が、はい、うん、起こる日が来るかもしれないけどでも多分来ないと思うっていう同じ例えば同じ、じゃあ例えば10億円使って空力開発します、うん、はい、風洞実験100回やります、うん、同じお金と同じ回数同じ時間だったとしても結局トップチームが持っている人材とかノウハウとかの方が圧倒的に優れてるんで、それは今までずっと続けてきて蓄積したものの差だから、うん、っていうことはやっぱり同じ時間同じお金を使うにしてもトップチームの方がいい結果出すんですよ。それがまさに2022年のこの車、逆にトップチームのが早くて中段との差開いちゃったじゃないですか、うん、そこはやっぱりもともとチームが持ってる力の差が新しいレギュレーションになればなるほどやっぱ出ちゃう、まあ、これが同じレギュレーションだと縮まってくるっていうことになると思います、うん、じゃあやっぱりだからレッドブルの空力開発部門をある年アルファタウリに転職させて、うん、はい、でそこで余裕のある予算ですごい空力を開発させて、うん、レッドブルが、あ、そうか、空力は買えないのか、うん、そうか、人と人と物を全部ガサッと入れ替えて、イギリスのミルトン・キンズの人全員、うん、まあ、アルファタオリはイタリアだけど、うん、空力部門はビスターっていう英国、うん、イギリスの中にあるんで、うん、ミルトン・キンズとビスターを入れ替えるっていう風にするしかないですけど、うん、そうか、入れ替わるだけでその逆で買うってことができないのか、うん、空力だから、あ、そこはちゃんと考えてるね。なんかそのもう一発食うチームが見たいんですよ。あ、うん、だから今年のアストンマーティンが、アストンマーティンあちこちからレッドブルとかフェラーリとかメルセデスから人材を確保してきてるんで、うん、一発食うかもしれない。でもいろんなところからつまんじゃったからちょっとごったになっちゃうごったに寄せ鍋でいいじゃないですか、美味しいじゃないですか寄せ鍋美味しいですよ、うん、これ出汁なんだろうみたいな、このその芯になる部分がなければね、よくわかんないね、なんか味がとっちらかっちゃってみたいな。芯になってても太郎さん味わかんないんだからいいじゃないですか。うん、美味しいしか言わないんだから美味しければいいんじゃないですか。ラップタイムが全てですから。うん、まあだからまあそうだね、アストンさんがそうなってくれると、うんうん、もちろんアルファタオリがそうなってくれるのが一番ですよ。レッドブルを食うような車を作って。ハースが来た時にまあまあちょっとこう中段で、うんうん、中段トップに立ってましたからね、うん、最初は。あれは。丸コピだったから。丸じゃないけど、まあかなり、うん、ほぼコピ。ほぼコピに近い状態だったから、うん、最初から早かったですよね、うん。ビギナーズラックみたいな感じだったのかな。でも1年2年ぐらいまでは結構いいとこいましたからね。うん、でもやっぱりトロッソだってレッドブルが来る前は、うん、トロッソの方が先にいい車作ったんですからね。2008年、うん、9年とかはトロロスの方が活躍してましたからね、最初2008年か、うん、優勝だってレッドブルよりトロロスの方が先に優勝してたから、2008年の後半戦はすごい良かったですからね、あの車、うん、なんかなんとかちょっと中段チームから抜け出してくれるチームが出てきてほしいなと思うんだけど、中段争ってる人たちは中段トップを狙ってて、それを抜け出そうとまでは思ってないのかな。それは無理だって感じなのかな。中段を争っている人はまずは、うん、中段のトップに立つことっていうのは考えてると思います、うんうん、中段争ってなくて中段トップの人はもう完全にうち中段トップだねっていうポジションを確立してれば次はトップ3を狙うっていうことになると思いますけど、うん、中段で今年4位かな今年6位かなって争ってる人はいきなり来年はトップ3と争うぜとは言わないと思います、うん、ああそういうことね、まあ、そこはやっぱステップなんで、うん、っていうぐらいトップ3と中段グループの差は大きいからまだ、うん、だからほらずっとルノーアルピーノが中段トップでしょ何年も、まあ、それもだから中段トップになれない年も結構あるから、うん、まだそのレベルでしかない。ああそういうことね、うん、本当は計画通りいけばトントントンって言って、うん、今頃はもうトップチームの仲間入りをしてるはずだったんですけど、うん、はずだったのに、うん、
2016年からワークスとしてやって、まあ、5年計画年、うん、当時3年計画ぐらいで言ってた気がしますけど、うん、まあそれが遅れに遅れて、ね、7年8年経っちゃってますよっていう、はい、じゃあメルセデスとフェラーリとレッドブルがホクホク、まあ、ホクホクとも思ってないってことね、うん、あの黒字に出ちゃったらどうするよみたいな、うん、なんか買うみたいなキャップじゃないとこで、まあ結局人を雇ったとしてもそれはね、うん、技術スタッフだったらコストに反映されちゃうから、うん、キャップがかからないとこで使うしかないんだよね。いっぱいいろんなもなんか新幹線のチケットとか買うしかない買ってなんか金券ショップに売りに行くとかしなきゃいけなくなっちゃうかもしれない。回数券でボーナス支給なみたいなその後は知らんけどみたいないい店は紹介するみたいな、うん、駅出て右行けばいいらしい、そうそうそう、裏から入れよみたいなっていうことはあるかもしれないですね。なるほどね、うん、なんかこのチーム新幹線の回数券ばっかり買ってるよねみたいなどこ行ってんだろうねみたいな、東京大阪そんなに移動することあんのかなみたいな。トトさんも、まあ、多分お金の使い方にお困りだと思うんで、なんかより F1 が盛り上がるような使い方を、もう何かいいアイデアが、ね、あれば、ただばらまきなさいっていうのはやっぱちょっと酷だもんね。ということで、はい、お金が余っちゃって困っているという、ね、はい、困っているニュースでございました。そんなに余ってるんだったら俺にくれよって思った方、いいねボタン、チャンネル登録、ニューパーカーは概要欄からよろしくお願いします。ありがとうございました。